プライムエクスクルーシブランチメイン MC の大谷達也です、そして今日もこの方です、谷口信輝さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこのランドローバー、ディフェンダーという車なんですが、はいはい、ランドローバーとかディフェンダーとかなんか谷口さんなりのイメージってありますか？値段が高くて、はい、快適な車、なるほど、っていうイメージですね。でも SUV っていうイメージも、そうですね、やっぱりだから高級な SUV の代名詞みたいな、はい、でおしゃれっていうね。そうですよね、はい、やっぱりイギリスの車ってなんかちょっと地味な感じもするかもしれませんけども、うん、実はやっぱりおしゃれだったりするっていうところは私もあると思います、うんうんうん、はい、結構デザイン界ではファッション界なんかでもやっぱりイギリスのデザインってすごい注目されてるそうなんですね、うん、でやっぱりこの、ランドローバーもすごい実はおしゃれなデザイン性がすごく高くて、チーフデザイナージェリーっていう人なんですけども、ジェリー・マクガバンっていう人なんですけども、いつもスタイリッシュでものすごいおしゃれな、なんか紫色のシャツ着てたりとかする人なんですけども、まあやっぱりその彼がすごいデザインにこだわって作ってるっていう。ただもう一つランドローバーは大きな特徴があって、もともとまあそのオフロード用クロカン 4WD 専用メーカーみたいな形で出てきてるんですね、はい、だから非常にやっぱりオフロード性能も高いっていう、そのおしゃれ感とオフロード性能っていう、この2本柱みたいなところで、この車はまだ乗ってないんですけども、はい、以前別の機会で、はいはい、ベラールっていう車を乗らせてもらったことがありまして、はいはい、乗り味が、はい、なんかこう曲がる感じとかこう乗ってる感じが、はいはい、ちょっとロールスロイスみたいな、快適感がありまして、はいはいはい、へーってね、うん、ちょっとこう、へーボタンをたくさん連打した記憶がありますが、なるほどね、はい、そうなんです。今ジャガーってランドローバーっていうのはジャガーランドローバーって言って、うん、ジャガーと一つの会社なんですね。でだからもともとジャガーが持ってたそういうオンロードでの走りの味とか、うん、やっぱりジャガーってそういうところにものすごいこだわりありますんで、うん、そういったところが、まあ、2つの会社が一つになったことで、うん、ちょっとずつそういうエッセンスが入ってきてるっていうところもあると思います。なるほど。で、まあ、ましてそのベラールっていうのはレンジローバーブランドなんですね。ランドローバーの中にもレンジローバーっていうサブブランドがありまして、その中にベラールっていう車があるわけなんですけども、うん、だからそういう意味で言うとやっぱりちょっと普通のランドローバーよりもさらに高級路線、うん、インテリアなんかもすごいおしゃれだったんじゃないですか。はい、そうですね、ですよね、はい、なんかオール電化みたいな感じのすごいタッチパネルで、はいはい、なんかもう、はい、ちょっと未来的な感じですよね。あとなんかこうシート素材にウールみたいなのなんか使って、そういうところもすごくおしゃれだったりっていうようなのがやっぱりベラールですし、レンジローバーで、こっちは同じランドローバーですが、まあ本当にランドローバーのオリジナルブランドの方なんで、よりオフロード性能っていうか、そういうなんだろう、元々のランドローバーに近いようなね立ち位置の車になっております。ちょっと今これから細かいところを見ていきたいんですけども、どうですか、なんかこういうデザインとか、なんか本当、うん、強そうな、ああそうですね、ちょっと装甲車じゃないけどもなんか強そうな感じですよね。なるほど。つまりそれってこういうなんかボディーパネルが割と前面に使われてるからっていうところ、うん、なんかこういうのとか、あーは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 ー、このね、はい、なんていうの、踏んでも大丈夫的なデザイン、ね、ちょっとアウトドア感、はい、なので、はい、なんか強そうな華奢な感じは全くしないですよね。そうですね。私この車のデザインに関してそのチーフデザイナーのジェリーとちょっと直接話をしたことあるんですけども、はい、彼も、まあ、ちょっと言ってました。少しこういう、まあ、ラグビー選手みたいにグッとこう力強い、うんうんうん、ただなんか威張って怖い感じじゃなくて、うんうんうん、強そうなんだけども、うん、親しみが持てるデザインにしたっていう、ゴローマルみたいな感じですねそうですね、はい、ちょっとなんかこう 人はすごく良さそうだ、はいはい、だからそういうのは例えばこういうところの丸みを帯びてるところとかでちょっとずつ表現されてる、だから強さと、まあ、ある種の優しさと両方表現されてるっていうのがこの車のデザインじゃないかというふうに思います。でもやっぱり本当にこういうなんだろう、武骨感っていうか、うん、たくましさ感みたいなの結構ありますよね、はい、こうフェンダーアーチこうありまして、はい、この黒い部分が、はい、なぜここがこう下がってるというところがまたちょっとね、うん、はい、こうデザイナーのこだわりなんですかね。そうでしょうね、おそらくね。もう一つでも見ていただきたいのは、はい、これこそオーバーハング短いですよね。そうですね、ここ特に横の方はね。そうですよね、ここまで言ったらまあまあありますけど、うんうん、はい、ただそれもうまく下側をえぐることによって、これはもうフロントチンは絶対すらないですね。すらないですよね。
はい、だからそういうところが、まあ、これは本当にオフロード性能を追求してる、かなりのこう急斜面、はい、あの急斜面から平坦に降りるところを、はい、すらなそうですね。ぶつから鼻をぶつからずに、はい、そのままこうスムーズにね、はい、いけそうな感じがしますよね。結構ゴツゴツしたあんなの割とオールシーズンのタイヤ、タイヤついてます。最近この手の、まあ、オフロード車でも、割と何だろう、夏サマータイヤがついてたりするんですけどね、はい、これはまあちゃんとそういうオフロード走るんだぞっていうのが、はっきりと見えるようなタイヤになってます。なるほど。何をご覧になってるんですか今。いや、こういうタイヤには何が表記されてんだろうと思って。ああ、タイヤの表記って気にならないですか、うん、なりますよね、はい、っていうか谷口さんそこをすごいこだわりポイントですもんね。そうですね。なんかまあいろいろタイヤによって、はい、あのこういうとこにね、はい、あの書いてある数字も基準がまあまちまちだったりするんですけど、はいはい、でもまあなんとなくのこのタイヤの考え方が分かるんですよね。そうですね。でもこれなんかあんまりそういう表記はないんですか。ここにまあ荷重、あ、はいはい、あのロードインデックスとか書いてありますけど、はい、いや本当ね、はい、いろんな車のこういうとこ見ると面白いですよね。谷口さんに僕もそれ随分いろいろ教えていただきました、はい、だからタイヤの性格がね、はい、なんとなくどっち向いてるか分かるみたいな。このトレッドウェア、はい、トレッドウェアいくつですか、ね、640。え、すごいじゃないですか、はい、かなり耐久性あるってことですね。トラクション A、うん、テンパラチャー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  B、 はい、はい、というタイヤ、こんな結構ごついタイヤついてます。でブレーキどうですか、うん、これブレーキは、はい、まあでっかいですよね。でっかいですね。あのでかいっていうのが、はい、まあ、K がでかいというよりは、うんうん、なんか剛性感がすごそうですよね、はい、キャリパーなんかもね、はい、あとこれでも多分、ハブの方がアルミっぽいですよね、はい、あの鉄のディスク と、アルミのハブを組み合わせた要は放熱性を結構気にした、はい、最近の割とスポーツタイプとかでよくあるやつですよね。アクロに行って、はい、こんな傾斜になると、はい、ハブとかホイールとかに普通じゃ、はい、かからない向きの力がかかると思うんですよね、はいはい、だからこのボルトも多分すごいでかいし、はいはい、でも5欠なんですね。5欠ですね。6じゃないんですね、はいはい、まあそれも多分あのしっかり考えて。でも面白いのがあれですね、このナックルっていうかそこアルミですね全然、はい、こっち側見えてるアッパーアームもアルミです、はい、でエアサスがいますね。そうですね、エアサスのメリットはやっぱり一つはあの車高調整ができるっていうのはすごく大きな、はい、あと乗り心地面でもきっとすごく有利っていう。多分車のこう平坦を保つのにも、うん、はい、まあまあやってるんでしょうね。そうでしょうね。多分平坦ボディをフラットにしてくれた方が、うん、乗ってる人たちもね安心感っていうかあると思います、うん、それとこれは、同じディフェンダーの中でも110って言ってロングホイールベースです。ははだからドアが前後に1枚ずつ計4枚ついてます、はいはい、もう一つ90って言って短いのがあってそれはドア1枚だけ長い方ですね。もともとこれ110インチっていうホイールベースのっていうところから、うん、このロングホイールベースには110っていう名前がついてたんですけども、まあ、もう短いやつって本当に車短いですよね。なんかすごい可愛らしい感じですよね。もうタイヤこの辺にある感じですもんね、はい、ですからまあリアエンドもこの辺で、はい、僕も一度見たことあるんですけど、はい、パジェロミニかなってぐらいですけどパジェロミニよりは多分でっかいですけどただなんかプロポーション的にね、はい、そんな感じがしますよね、でやっぱりまたリアのオーバーハングも短くてこういうところはやっぱりすごい高いですよね。はい、むちゃくちゃ高いですね。だからこれもやっぱりすごくこうオフロード性能っていうか走行絶対すらないですね感じのを、はい、はい、あともう一つごめんなさい忘れてました、はい、これリアが独立懸架です、はい、であの辺のロアームとかも全部アルミのなんか結構大きいパーツ使われてますよね。珍しくないですか。最近独立圏が、増えてはきてます。クロカン 4WD でも。ただ、本当に本格的なクロカン 4WD って、はい、未だにやっぱりリアリジットが多いんです、はい、それまあ本当このディフェンダーもそういうクラスってカテゴリーの車なのでその中としては相当珍しいですよね。だからそれだけおそらくまあオンロード性能、はい、ハンドリングとか乗り心地とかきっといいんだろうなと予想されます、うん、タウンユースに寄せてきてるってことですよね。そうですね、はい、じゃあ谷口さんテールゲート開けてください、はい、すごく雑に扱ってくださいっていう感じの床してますね、うんうんうん、そうですね。その辺はちょっと演出的な部分もあると思うんですけども、はい、
まあ、いかにもこの車にふさわしいようなデザインというか素材が使われてますよね。これ椅子も倒れてフラットになりますよ感もすごい出てますね。出てます。でそこもガシガシ使ってくださいって、はいはい、なんか言わんばかりのデザインですよね。ザーッと乗せろって感じですね。なんか雪がついたままのスキーとか、はい、なんかそんなの絶対嫌だトントンって綺麗にしてからもう後でそうするの俺やないかってっていう感じですよね、はい。まあでもそんなことでも、あのへっちゃらぐらいの感じ。これどうですか、このネジ感いる、ここにネジまあ、あの多分ネジなしでもおそらく作れたでしょうね。あ、このとこに三角板が隠されてる。そう、ちょっとおしゃれですね。へえ、日本車ってこういうのないですよね。なんか綺麗に収まってるってあんまりないですよね。いや、車に入ってなくないですか。いや、入ってるのは一応入ってるとは思うんですけども。本当？うん、ただなんかゴロッとなんか入ってるみたいな。後方車でだから外したとかそういうことなんじゃないかな、わかんないですけども。でもこのちょっとわざとおそらく演出、そう、必要はないでしょうけども、ただだからそういうところでちょっとオフロード感覚みたいなのね、はい、出しております。じゃあちょっと谷口さん運転席に座っていただきましょうか。よいしょ。どうですか座った感じ。ですね、男の車的な雰囲気で、うんうん、なんかあのここら辺のデザインも、はい、アウトドア感、そうですね、はい、高級感あふれる、うん、なんか綺麗な感じとじゃなではなくて、なるほど、武骨な感じっていうんですかね、はいはい、なんか、はい、まあ、どこもかしこも強そうな、うん、がっちりしてますね。ですね。そういうね、ハンドルみたいなのをわざとちょっと余計につけてる感じもしますよね。そうですね。でただ、わかんないですけど、使ってる素材が割となんか洗練されてるっていうか、うん、モダンっていうか、うんうん、あの要はこういう、ね、はい、ただプラスチックっぽく見えるけど、はい、内側にはちゃんとちょっとグリップ力のある、なるほど、なんか手が滑らないような加工がしてあるし、はい、なんかここ滑らないようになっているし、はいはい、ここに物をいっぱい置けるスペースがたくさんあって、はいはい、面白いですね。なるほど、はい、デザインもちょっと他のメーカーにはあんまりないようなデザインですよね、うんうんうん。でまあ今谷口さんおっしゃっていただいたみたいにアウトドア感、ワイルド感結構あるんですが、うん、はい、そういうのって結構安っぽい素材を使ってたりするのも多いと思うんですが、はい、これは素材はなんか割といいものを使ってる感じ。そうですね。だってこのドアの内側も内装ってものがあんまないんですよね。ない。ここなんてね、なるほど、内装ないじゃないですか、はいはい。まあ、これまたさっきの演出のネジがついて、はいはい、だから汚れだのなんだのってことに強そうですよね、うん、はい、そうですよね。だけどこう実は触ってみるとソフトな素材が使われたりとか、うん、見た目にも結構なんか、あと色味とかも綺麗ですよね、うん、そういうなんでしょう、他のメーカーとはやっぱりちょっと違うおしゃれ感であったりとか、うん、センスっていうか方向性みたいな感じがしますよね。そうですね、うん、どうですかこういう世界観は。谷口さんはもう今日初ですけども、はい、へーって思いますねあ、でもこれステップないですね。あ、本当ですね。実はこの車は、はい、今ちょっと一回ドア閉めていいですか、はい、ここまでドアのカバーついてるんですね。今ごめんなさい谷口さん、はい、ここまでドアのカバーをつけることによって、はい、ここが通常覆われてるわけですね。あ、はあ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 、ということはオフロードを走っても、はい、ここは綺麗なままと。なるほど。そっち側を優先してこういうデザインにしてるんだ。それ素晴らしいですね。はい、ここね、こんだけ背が高いところ乗ると、はい、これズボンが擦るんですよね。大体、はい、ね、そしたらここ汚れちゃうじゃないですか。そうですね。はい、そうなんです。なるほど、なるほど。そういうおしゃれ感を優先してるデザインだと思います。やっぱりドアがここまでで、うん、ここがむき出しだと、はい、ここが汚れてて、はい、こう、はい、はい、こう、はい、こう、はい、からの、ああ、なるほど。そうですよね。なるほど。はい。そういうのを考えてる。まあ、だからそこもおしゃれ感だというふうに言えるんじゃないかと思います。機能性ですね。そうですね。で、あともう一つはやっぱり、ステップがつくと、ちょっとデザイン的にごちゃごちゃしてきちゃうっていうところも、うんうんうん、まあ、ステップがついてることの便利さもあるんですけどね。はい、だからそれは何だろう、こういう一つのまとまり感というか綺麗さを重視したデザインっていう風に言えるんじゃないかと思います。いや、ステップがない代わりにズボン汚れませんっていうのは非常にいいですね。そうですね、はい、まあ、そこは考え方ですよね、はい、じゃあ後席谷口さんに乗ってもらいましょう。今前席は谷口さんに調整していただいたままですよね。クリアランスしっかりあります。本当ですか、はい、膝周り、はい、割とちゃんとありますね。ありますね。すごい余裕たっぷりとまではいかないですけども、でも十分です。ですよね、はい、谷口さん身長高いですから2メーター弱あるんでですよね。185あるんで、はい、だからそれでこれだけ余裕があれば多分大体の人には、はい、余裕ある。で頭上はどうですか。余裕のよっちゃんです。そうですね、
あとここには結構大きいガラスルーフがついてるんで、そうですね、あの明るさっていうか広々感みたいな、天窓が結構いろいろあって、はい、面白いですよ。ですよね。後部座席は決して高級感はなく、はいはい、うんうん、まあ一応ありますよって感じなんですけど、はいはい、でもやっぱりそれは、うん、この背もたれをパタッと倒して、はい、フラットにして、あの荷室をね、うん、広く使うためのことをもう考えてるからだろうなと思いますけど、ね、そういうまあ実用性も考えながらの、はい、全然ありですね。私と谷口さんで出かけてみましょうか、はい、ランドローバーのディフェンダーっていうのは、うん、ランドローバーって昔伝統的には3つクラスがありまして、はい、一番上がレンジローバー、はい、次が、ディスカバリー、はい、で一番下がこのディフェンダー、はい、まあ、一番下っていうか、まあ、高級感でいうとレンジが一番上、うん、はい、ディフェンダーが一番下なんですけども、はい、逆にオフロード性能で言えば、うん、ディフェンダーが一番上みたいな、はい、で、まあ、ディスカバリーレンジローバーみたいな、はい、なるほど、つまりスポーツカーで言えば、うん、このディフェンダーはスパルタンスポーツみたいな、うん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 、全然豪華じゃないけど、はい、走る性能だけ徹底的に突き詰めたみたいな、はい、のやつのオフロード版がこのディフェンダーなんですね。なるほど、なるほど。ちょっとそれ頭に置いていただいた上で、はい、今走ってみた印象どうですか？あんまりそんなにそっちに振ってやる感じはしないですけどね。スパルタン感はないですよね。ないですね、はい、だからエンジンも結構静か、はい、滑らか、はい、それ以上にこれ乗り心地がすごく良くないですか？そうですね、はい、まあ、これエアサスペンションついてます、うん、もう一つポイントなのは、リアが独立喧嘩なんです、はい、四輪独立喧嘩なんで、はいはい、だからすごいこうなんかタイヤの動きがスムーズっていうか、うん、なるほどなるほど、ドタバタとかガツガツとかあんまりしてないですね。してないですよね、はい、本当になんか最新の、うん、まあ、どっちかというとオンロード向けの SUV と同じような乗り心地だと思いませんか？思います。なのに、はい、アクロにも強いんですか？一応この、まあ、ランドローバーっていうのはもともとそういうアクロを走る、まあ、だからイギリスのジープみたいなもんなんですよ。まあそういう四輪駆動車を作り始めたのは戦後のことで、ね、うん、だからつまりもうアメリカではジープができてたわけなんですね、うん、でそのジープのことをいろいろ勉強しながら、うん、その初代、ランドローバー、まあ、それはいわゆるこのディフェンダーの先祖にあたる車なんですけども、はい、それを開発したっていうふうに言われてます、うん、だから、まあ、出身で言えばもうゴリゴリのオフロード 4WD です。へー。っていうのがゼロですよね、うん、はい、はい、なんか普通の車な感じがしますね、はい、でいい意味でね、いい意味でね、いい意味で、はい、谷口さん普通っていうのは谷口さんの普通は褒め言葉ですよね。そうですそうです、はい、なんか癖がないことが大事で、はい、ドライバーが乗りこなすのに苦労するようなのはダメなんですよね、はい、だからとても普通に乗れる、普通に使えるってことが、はい、もう一番100点に近いところで、ですよね、うん、それって要はだから自分の思った通りに車が動いてくれるってことですもんね。そうですね。でつまり違和感がない、そう、不自然じゃない、なんかいろいろね、はい、アクセルレスポンスがちょっと思った通り来ないとか、うん、はい、ブレーキ踏んだ時のタッチがちょっとこう見ながらいいところから急に来るとか、はい、ハンドル切った時に最初の辺がいなくて途中からグッと曲がるとか、うん、はい、そういうところがあると僕はマイナスポイントが増えていくんですよね。そうですよね。いかに普通に、はい、思った通り動いてくれるかが大事で、はいはい、その中でのハードスペック、ミディアムスペック、うん、ロースペックって言い方がおかしいな、うん、ロース、まあまあ、ロースピードレンジなところだったり、まあ、そういうところのいろいろ一通り数字が揃ってるというか、うん、思い通りに動く中でのよりスポーティーなのか、うんうん、タウンユースなのか、はい、ラグジュアリーなのかっていうところの見方をしますけど、はい、まあ、この車は本当になんかちょっとこうあれですよね、はい、タフ、もう車内もタフ、うんうん、繊細な傷に弱い丁寧な扱いって感じじゃないですよね。まあゴシゴシ使いたいみたいな感じですよね、はいはい、武骨な感じのね、はい、でそれはでもちょっと見た目のイメージなんですが、はい、実際に乗ってみると全然なんかそんな感じしないですね。すごいむしろ洗練されてる感じがしますよね、はいはい。でさっきもちょっとエンジン一回キックダウンが入ったりしてましたが、はい、どうでしたその辺の印象とか、こうエンジンとかそのパワートレイ系の、まあ、ちょっとそんなにね今ハードに走る状況じゃないんで、はい、あれなんですが、でもどうでしょう、ちょっと誘導尋問的に言うと、うん、やっぱり6気筒の
ストレートシックスの滑らかさみたいなのって、そうですね、はい、どうですか、ターボですか、ターボついてます、はい、ただそんなにあのまあ昔のターボディーゼルって結構遅れてドーンってくる感じがありましたけども、はいはい、いや割とすぐですね、すぐですよね、だから車の重たさ、うん、重たいと思うんですけど、はいはい、重たさを感じさせにくいですね、感じさせないですよね、あんまりね、はい、だから遅れがないし、うん、動作に対して割とそのすぐリニアリティ高く反応してくれるって感じですよね、さらにまあやっぱりあの足回りの動きが 大味、いい意味で大味なので、はい、その継ぎ目とか段差とか、うん、その乗り心地のところはもう本当、はい、優雅ですね、ですよね、ラグジュアリーカーとしていけません、そうですね、ね、いけますね、いけますよね、まあ、この車は、はい、もう全く焦る気持ちはなくなりますね、起きないですね、はい、ゆったりとした気持ち、ゆったりと、はい、だからあの平和な感じになります、ね、心がところが、はい、なんかあの小鳥さんが心の中でピヨピヨピヨとか、うん、まあいいじゃないかと小さいこと気にするな的な気分になってきますよね、そんな感じになりますね、はい、でまあまして車が静かだったり乗り心地が良かったりするんで、はいはい、そういうところは一層強いんじゃないかなと、いや本当 何事にも、はい、まあいいじゃないかとまあそんな焦るなと言われてるよ、誰かが割り込んできましたとか、はいはいはい、なんか道込んでましたとか、はいはい、うん、もうあの前の車が急がないから歩行者信号点滅してる、はい、信号変わる変わる、まあまあ、お前だけ行きやがった俺だけ赤信号捕まってありますよねそれ、はい、もう一度、はい、あの野郎、まあいいじゃないかと、そうそう、そこ一個慌ててもそんな変わんねえよと、あのじゃあ5分早く着いたからといって、はい、その5分間お前はどう使うんだと、はい、時々考えることありますよね、まあ、僕はそこすごく大事なんですけど、はい、あの、はい、その全てにおいても、うん、あのロスが大嫌いなん で、ね、足はやっぱりいいですね、うん、これいいですよ、あの4読なので、はい、あの安くないなんか、はい、あの味付けがね、はいはい、そのそれもなんかただソフトとかなんとかっていうよりも、うん、ちょっとこうしっとりした感じ、そうダンピングが効いてる感じしますね、はい、ですよね、はい、だから本当に高級車に乗ってるみたいな気分になりますよね、はい、あいざちょっと加速したい時には力ありますね、ありますあります、はい、はい、まあほぼほぼにこれ 2.5 トンの車ですから、はい、それを考えれば本当に、うん、パワーっていうかトルクありますよね、正直もうあのすごいパワーなんかいらないですから、はい、ほとんどの方がね、はい、それよりもこういう実用域できちんとトルクが出てくれるという方がストレス感じないですよね、うんうんうん、そうですね、これですから私先ほど申し上げた通り、うん、そのランドローバーの中ではそんなにラグジュアリー路線ではないんですね、はい、だからちょっとこういうなんだろう少しこうワイルド感みたいのあるデザインだったりもするんですが、はいはいはい、ワイルド感があるデザインなんですが、こう安っぽくはないですよね、うん、それとなんだろうすごいモダンな、うん、ここにほらディフェンダーなんて書いてあったり、こういうところのグレーの使い方とかも、うん、結構おしゃれじゃないですか、はい、これ女性受けも結構いいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、すごいなんだろうイギリスの最近のイギリスのあのおしゃれ感、例えば新しいバーバリーとかの、うん、なんかおしゃれ感にすごい通ずるものがあるような気がします。静かですね。静かですよね。ディーゼルに思えない。思えないですよね。はい、であと本当にだからずーっとこう滑らかに一定のペースで、はいはい、ね、はい、回転数が上がっていくっていうか。これはいい車ですね。あの欲しくなってきました。ですよね。はい、これおしゃれですしね。おしゃれそうなんですよ。見た目も、はいはい。ディフェンダーもっと大きいのありますよね。これは長い方です。長い方。110っていう呼ばれてる、はい、でそれはもともとホイールベースが110インチだったからっていうことに、はい、あの関係してる、まあだから2メートル70ぐらいですね、であともう一つは90っていう、こっちはだから90インチっていうホイールベース、それはだから、まあそれより50センチぐらい短いやつですね、うん、今も、90と110という2つのボディタイプが用意されてます、うん、ただもうもはやホイールベースは110インチじゃなくてもっと長い、はい、110これは110ですけども110は4ドア、はい、ドアまあ5ドアって言ってます、はいはい、で90は2ドア、うん、3ドア、ああそうそうかそうか、ショートのいる、はい、そうそう、はい、すごい可愛いちっちゃいですね、そうそうそう、はいはい、で、はいはい、今のところは2リットル4気筒のガソリンエンジン、はい、これは90にも110にもあります、あただしこの
ストレート6、3リットルターボディーゼルエンジンは、うん、この大きい110だけ。なるほど。詳しいですね。営業の方みたいな。いえ、あの、通りがかりのんですけども。なんで以前別のところに乗ったやつは 2.4 ターボ、はい、ディーゼル、あ、 2.4 ターボでしたね。 2リットルターボです。はい、はい、で2リットルターボにしたらものすごいよく走るんですよ、あの車、はいはい、だけどさらに余裕がありますよね、このエンジンは、うん、なるほど。であと、まあやっぱり4気筒と6気筒の差、うんうん、で分かんないですけど最近思うんですが、あの6気筒だからって言って、うん、振動とかこう回ってるフィーリングみたいなのが、うん、ゼロじゃなくて、うん、エンジン回ってる感はありますよね、これも、はいはい、でもすっごい気持ちよく回ってるっていう、うん、なん4気筒ももちろん回ってる嫌とは言わないですけども、はい、このなんか本当に絹のような滑らかさを味わっちゃうと、はい、やっぱり4気筒は4気筒だなと思うし、はいはいはい、ストレート6ってなんかやっぱ素晴らしいな、すごいなって、うんうんうん、V6 はなんかV6 の良さっていうのはなんかなかなか見つけにくいんですけども、うん、ストレート6ってやっぱりなんか良さがすごくあるような、あのガソリンエンジンでいくと、はい、サウンドとか最高ですしね。ですね、はい、だから、まあ、BMW のストレート6、はい、まあ、日産のね、はい、ストレート6やっぱりちょっと独特のものはありますもんね、うん、ね、さっき最初に私これスポーツカーで言えばスパルタンスポーツカーですみたいなこと言いましたが、はいはいはい、スパルタン感ゼロですね。はい、全然どこがあって感じですよね。でむしろ高級感が漂うみたいな、はい、だから私はなんかこれだとレンジローバーがこれで良くないってなんかちょっと思ったりしてるぐらいです。もちろん新しいレンジローバーはこれよりもさらに高級感をね、うん、はい、出してくるんでしょうけども、これで十分ラグジュアリーですよ。本当ですよね、はい。谷口さんと今日、このランドローバーディフェンダー乗ってきました、はい、最初に見た時は、うん、ちょっと武骨なデザインの車だなと谷口さんおっしゃってましたが、はいはい、今乗り終わったとどんな車のイメージですか、うん、見た目とは裏腹に乗り心地は快適ですね、うん、ですよね。あのエンジンのかかった音も、うん、それからスーッと出ていくところも、うん、乗り味も、はい、なんかあの本当にジェントルマンな感じで、あ、はい、あのもっと荒々しい、うん、もう硬くてゴツゴツして、タイヤもこんなですし、ロードノイズがあったりとかするのかなと思ったけど、全然普通にスマートに快適な車でしたね。洗練された SUV っていう感じでしたよね、はいはい、でまあ私もこれ試してないから何とも言えないんですけども、うん、おそらくランドローバーというからにはオフロード性能もきちんと確保されてるんじゃないかなと思いますが、どうですか正直この車。いや本当ね、運転しながらも喋れましたけども、はい、心がちょっと、はい、あの余裕ゆとりを持って、ちょっと優しい人になる。谷口さんもともと優しいじゃないですか。いや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 、もう街の人したらもうバカ野郎お前早く行けこの野郎ってなるね、はい、せっかちの気持ちが、うんうん、これに乗ると、うん、まあまあ、うん、じゃないかと、ちょっと穏やかな、はい、っていう気持ちにさせてくれる車でしたね。いいですよねそういうのって。はい、いいと思います。はい、はい、であと直六ディーゼルエンジン、うん、フィーリングどうでしたか。全然、うん、力が下からグッとあるので、うん、このまあ重たいんでしょうけど、うんうん、重たさはそんなに感じないというか、うん、スーッと出ていくところから、うん、はい、あのどんくさくないんで、はい、だから無理にアクセルをこう踏んで加速しろってしなくても、うん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 、踏んだら踏んだ分グッと、はい、出ていくんで、はいはい、まあ何も不満がないなと。はい、僕は結構6気筒を回した時の回転フィールなんかもすごいこう気持ちいいし、やっぱりなんかストレート6っていいなって改めてこの車乗って思ったりします、ね、なんか回してみたかったですけど、一応一般道なんでね、なんかあの回せないんでね、ということで。じゃあ結構この車、はい、じゃあ谷口さん的には高評価。そうですね、いい車だと思います。ですよね、はい、ちょっと欲しくなっちゃったりっていうところもあったり、はい、誰か来んないかななんて思いますランドローバーの人に相談してみましょうか、というわけで、今日谷口さんと一緒に、ランドローバーディフェンダーご紹介してきました、もしもよろしければ、この番組いいね、そしてチャンネル登録の方もお願いします。それとあの谷口さんのノブチャンネルの方もお楽しみにしてください。ありがとうございます。とんでもございません、いつも通りです、というわけで、今回はここまでとさせていただきます。次回もお楽しみに。皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。